皆さん、こんにちは。本日は組み合わせを使った人を選ぶ問題をやっていきたいと思います。まずは、括弧1。男子4人、女子5人から、この9人中から3人を選ぶ方法ということですが、括弧1の場合は特に制約はございませんので、これはそのまんま、はい、9C3、9人中3人選ぶですので、はい、9×8×7 分の、はい、3×2×1。2 1 で、これ計算してあげると、3で2と8で4。はい、4、7、28となりますので、8、3、24、3、2が6。はい、84、通りというふうにすることができます。続いて2番。男子2人、女子3人を選ぶっていうことなので、まずは男子は4人います。で4人中2人選ぶよっていう動作と、女子5人中3人選ぶよっていう動作を同時に起こしている。 同時に起こしているということは掛け算をしていきます。なので計算すると 4×32×1×5×4×3×2×1、はいはいはい。シュッシュッって消して c ね2で2になって2と4で2。はいこれ計算すると 6×10 になりますので60通り。はいこんな感じで答えることができます。続いて3番。少なくとも男子が1人 えーとなるように4人選ぶ、まあ、1人男子いなきゃいけないよってことなのでこれは、えー、このまずは全体から4人選ぶよこっから少なくとも1人男子じゃないといけないつまり全員女子というパターンを引けばいいので、はい、5C4 となりますよね、えー、これを引き算してあげましょうそうすると 9c4 は、はい、9×8×7×6 の、はい、4×3×2×1 です。 4人選ぶってことは1人選ばないということで一緒なのでなので、えー、これは5とすることができますであとはこれ計算して32が64と8で2ってことは 271414×9 ですのでしく、えー、363で1 2 6 1 2 6 5となりますのではい答えは121通り。 こんな感じで答えることができます。えー、こういったまあ人を選ぶっていうパターンもよく出てきやすいので、しっかりと押さえておきましょう。以上になります。